今年1年、我々しっかり戦いますので、ご声援よろしくお願いします。昨シーズンやっぱり失点が多かったっていうところで、守備のところはまず個人でやられないっていう、粘り強くやるっていうところはもうベースとしてもっと高めていってもらいたいと。それを知ったプラスアルファ、じゃあ周りがカバーしてくれると、それが多分チームでこうボールを奪いに行くだったりとか、ゴールを守ることにつながっていくと思ってます。まあ、それと並行して攻撃のコンセプトのところも、どういうふうにボールを動かして、どういうふうに得点を奪っていくかっていうところは、このボールが近いところの選手だけではなくて、ボールの遠いところの選手も何らかの形で関わって、最終的にはそういう選手が点を取るじゃないですけども、まあ一つでも多くの選択肢を増やすためにチームが連動してゴールを目指していくっていうところは目指していきたいなと。全員、全ての選手がまずやっぱりこのチームで試合に出たいだとか、このチームでやっぱり自分を成長させたいとかっていう選手、そのパワーをさらにチームのためにそれを発揮するっていうマインドになってほしいし、なってくれる選手たちだと思ってます。絶対にそういう一体感っていうのは僕は作っていけて、それがゲームにも出せるし、結果にも残していけると信じてます。スタジアムに来て試合を見て、自分の選手頑張ってるなとか、よく走ってんな、よく戦ってんな、もちろん勝敗はもちろんありますけども、元気とか勇気をもらえるような試合を常にやっぱり僕らは目指してというか、皆さんに提供したいっていうふうには思ってますけど。もう少しで開幕しますが、ジュビロ磐田の走るサッカー、戦うサッカー、そして相手に負けないサッカーをお見せしたいと思ってます。どうぞ応援よろしくお願いします。